皆さんこんばんは、今日は、アンズの歌マスターの、高速フリックの、取り方の解説をしていきたいと思います。まずは、譜面構成を見てみましょう。まあそこまで見なくても分かると思うんですけど、このような感じになってます。多分ここら辺が取りにくいんだと思います。こことかですね。あともう一個ぐらいあったのかな。ありましたね。ここ、まあ結構早いですよね。いちいちここ4回やんなくちゃいけないのかって言われると、実際そうじゃないんで、見てみましょう。もう一度。はい。今見てもらったんですけども、あれ、4回連続フリックなのに腕は2回しか動かしてないと、そう見えた方正解です。はい。ではどのように撮ってるのかと言いますと、この2本の指を使って撮ってます。どういう理屈かっていうと、まず大体そうですね、このノーツ幅に合わせてこう取っていくんですね。原理って言いますと、まず最初にこう中指が最初のフリックを処理して、次に、人差し指がここの2番目のフリックを処理する。でもう一回こっちに行く時、中指がこの3番目のフリックを処理して、で人差し指が4番目のフリックを処理するというような原理となってます。ではもう一度見てみましょう。はい、という感じでやってます。この方法は他にも、オレンジサファイアの、フリックやロマンティックナウなどの、高速フリックにも応用できますので、皆さんぜひ使ってみてください。